ゲルト・ビー・ニッヒはドイツの物理学者である。1986年操作型トンネル顕微鏡の発明の功績により、ハインリッヒローラーと共にノーベル物理学賞を受賞した。操作型トンネル顕微鏡は非常に鋭く尖った単身を導電性の物質の表面に近づけ、流れるトンネル電流から表面の0.5ナノメートルから1.0。 ナノメートルという原子レベルの分解能で電子状態や構造などを観測するものである。操作型トンネル顕微鏡と原子間知から、顕微鏡という原子レベルの表面形状観察に欠かせない装置を発明した操作型プローブ顕微鏡の始祖というべき存在である。1947年、西ドイツのフランクフルトアムマインで長男として生まれた。 10歳頃から物理学者を志したが、10代の間はバンド活動に没頭した。弟の影響でビートルズやローリングストーンズを好んだ。1966年にオフフェンバッハのギムナジウムでアビトゥア資格を得て、1969年に後に心理学者となるローレ・バーグラーと結婚している。1978年に フランクフルト大学で学位を得て、妻の勧めもあって初めて、フランクフルトを離れ、スイスチューリッヒの IBM 研究所で働き出した。1982年に、ローラーと共に、操作型トンネル顕微鏡を開発した。1985年には、原子間力顕微鏡を開発した。この後、IBM を離れて1994年に、 デルファインクリエイティブテクノロジーズ GMBH を設立した。私生活では1984年にスイスで長女が1986年にはアメリカカリフォルニア州で長男が誕生している。ありがとうございます。